この間ポーカーの大会出ましたわ。490人中13位でしたわ。すごいね。インマネですわ。賞金圏内ですわ。4万4000円いただきました。あ、そういう賞金があるんですね。はい、その14位から賞金がこうあるんだけど、コメント欄でポーカー下手やとか書いてたやつ出てみ、490人中13位になってみ。あ、そんなん書かれてました。もうそんなん要件あるよ。要はあんねん。ほんで最近ポーカー始められたんですよねとか言ってくる人ねんけど、なんで YouTube 始めたタイミングでポーカー始めたと思ってんねん。こっちとろ15年前からやっとるわ。大阪でタバコ吸ってるとこで喋ってくる人、最近始められたんですよね。なんでそれ最近と思うねん。なんで YouTube 始めたら最近やねん。ほんだらこれざっくり YouTube 始めた時から俺お笑いやってんのか、じゃあ。せやろ、フォートナイトの YouTube 始めたらその日から、じゃあ、まあまあ、ID 作ったんかってな。確かにね、実際そういう人もおるから、え、なんか変なになるんでしょうね。それ覚えた日から YouTube 上げるやつおる。今からポーカーのルール覚えよう、まあ、YouTube やろうってなるか。そんなある程度やってからやねん、そんなれへんやん。え、でも最近英会話始めたんですよね。そうや、それはそうや。それはそうや。 YouTube でやってるから、それはそうなんや。それはそうや。それはそうや。それで言うたら、もう13歳の時からその義務教育としてそれはでも英会話じゃないですもん。それで言うたら英語の授業やから、ね、まあそれはもちろんそうなんやけど、うん、なんかメガホンでさ、見てるみたいなところがあるやん、俺らは。この中の全体やけど、向こうの人はさ、逆メガホンで、俺だけはこう見てくれてはるから、そう、この間も大阪で女性2人が、あずらさん、何々温泉の何々っていう居酒屋2年前行きましたよねって。はぁやん。その何々温泉かどこか分からへんねん。結構温泉行くし、はい、で仕事から行くし、うん、で向こうは家、まあ、地元なのかに来たっていうことなの。え、ね、なんすかって、うん、何々温泉の近くの居酒屋の おかみとちょっと知り合いなんです、なんやろうなと思うけどさ。で向こうは来たよって多分言ってくれてはんねやろうけど、そのなあ、そこっちはな、その結局手繰り寄せられへんかったもん。何千回の中の1回、向こうはもうその1回ですもんね。 ありがたい話ですけどね。ちょっとでもやっぱ熱量おかしいなとは思うわ。うん、だからそれこそ今日、ジュニアさんと会うんだって分かってて、ほんなん会うたらあの何々温泉のあの居酒屋の話しようやったら分かるんですけど、パッてジュニアさん見て、すぐそれ出るってなかなかずっとあったんやろね。あったやろ、ずっとこれをいつかとか。だから僕もなんか新宿近く歩いてたら、あ、ヨウさんですか、ラブカーズ TV とのコラボ見ましたってパッて言われて、そのモータージャーナリストの人とコラボした動画を、あの、いつも見てますって言われてんけど、ラブカーズ TV 一回しか出てへんから。まあでもありがとうございますとは言いましたけど、でもすぐそれ出るってすごくないですか、見つけて。だから分かる、それ言われたけど、いつか会ったら雄太郎じゃなく、僕らは多分思ったより芸能人じゃないというか、分からんけど、男前でデビューした人ってすぐに取り巻きバーついて、わーって言われて、わーってされてるから、だから一般の方がはーって言われても、ええってなると思うねんけど、その僕らってもうある程度までずっとコンビやったらコンビだけで現場行ってとか、誰もついてきてない状態だから、そのしばらくそんな局の人に頭下げてもらうようなこともなかったもんやからさ、そのなんかあんま芸能人してる感じが多分ないんやと思うね。こっちがちょっとこう生真面目にこう真正面からこうがっぷり四つで行き過ぎないの、はい、ああ行きました行きました、またよろしく言っておいてくださいね、ぐらいで全然出てきてなくても、はい、いや詰めんでもね、そんな大人になり下がりたくない。でも、ジュニアさん多分対人としてそのまだなんてのおるから、タレント感あんまないから、え、どこですかってなるけど、多分とんでもないスターは意味わからんかったもん、 ありがとう、まだ行くって、おかみに言うといて。そういうことやろな。その場で行くんですよ。だから北か南かも分からなかったの。大スターが何か言われてる時に、明らかにあんま覚えてなかったりとか、トンチンカのこと言われてるのに、ありがとうございますとか言うて、
その場をパってくるんでんの何回か横で見た時に、あ、やっぱそうかみたいな。絶対知らんかったらそんな言うんて、うん、軽薄なんかなと思ったけど、うん、まあ、これが相手の人一番喜ぶねんから、そうですね、いやなーっていうのを思ってて、であるスターが写真撮りますとかって言うてて、あ、いいんですかとか言うから、そっか俺も言わななと思って、でなんかちゃうとこ行った時に、はぁとか言うてるから、写真撮りますとか、はぁって言って、写真撮ります、あ、いいですいいですって言われた時にやっぱ俺そのまだ完全スターちゃうからたまに恥かく時あんねん、やっぱ乗りこなしにくいというか、俺はな。自分から写真はなかなか言いにくいよな。まあなんかそれこそ握手、いや握手今やったらあかんらしいねみたいな、コロナみたいなね、うん、その時は言いましたけどね、握手、いや握手あかんらしい、写真撮ろう写真撮ろう、うん、代わりになんか、ほんでいいです、あ、それやったらいいですって言われたこともありますせやね、だから難しい、中途半端な食い付きにちょっと差があるからうん、難しい。空港のラウンジで、はい、こう向かい合って座ってしまうパターンの時あるやん、うん、誰もいてやれんからと思ったら座ってたら、はいはい、その人がなんかコーヒーかなんか取りに行ってはって、はい、で俺の斜め前ぐらいのとこの女性やったよ、うん、で俺見て、はぁーってなって、あの誠司さんですよねって言われて、うんうん、で、まあ、たまにあんねん、はい、で、あ、違います、あのジュニアです、あ、すいません緊張してっつって、でこんなものしかないんですけどって、飛行機のチケットにサインしてもらえませんかっつって、あゆみと言いますっつって、その感じでもう明らかに、うん、あ、ほんまに、うん、あの普段から見てくれてはるファンというか、うん、すごいこう、うん、いい感じで見てくれてはる人なんやなっていうのがこう分かるやん、うん、はい、うん、ほんで、あの、まゆみさんですね、あゆみです、あ、でも私も一回名前間違えたんでいいですとか言ってようそんなさ、緊張した中でようそんな返しあったなと思って、あ、すいません、書き直して、で、私したら、あの、さんまさんの箸袋じゃないんですけど本当にこれずっと持ってますんで、いつかまたお会いできたら、うん、で俺、さんまさんの箸袋っていうのがようわからなかったけど、多分なんかそういうのがあったやろな、箸袋に書いて、それでもサインしはった、それが何十年後に出てきた、その箸袋が出てきたみたいな、多分バラエティーかなんかでやったやろな、相当好きなんでしょうね。ねえ、だからまあスターを見習わなあかんなとは常々思うんですけど、ね、まだまだそうは慣れてないんですね。チャンネル登録お願いします。それ覚えた日から YouTube 上げるやつおる？今からポーカーのルール覚えよう、まあ、YouTube やろうとなるか、そんなある程度やってからやねん、そんなれへんやん。え、でも最近英会話始めたんですよね。そうや